第二次世界大戦の間、工場で労働する女性で助行と呼ばれた女性の交換手立ち働く女性は、一般に労働を提供することによって、対価としての金銭及び金銭同等物を得る女性を指す。ワーキングウーマン、働く女、女性労働者、女子労働者、婦人労働者、働きウーマン、また、働き女子とも表現され、 結婚して子育てをしている場合はワーキングマザー、働くママとも表現される。女性の労働力化の進展を総称して女性の社会進出と表現される。働く女性の多くは自らの家計を維持することを目的としてこれらの労働を提供する。太古より女性は 農作業などに参加することで労働を提供してきたが、男性の家督能力が高度経済成長に応じて高まると、女性は大企業での分業のように、出産、育児、家事などの内部労働に専念することができるようになった。しかし、近年の景気悪化や晩婚化に伴い、経済的必要性から家庭を持つ女性の多くは、ライフコースの中において、 専業主婦という立場と働く女性という立場を行き来する場合もある。そのため、基本的には、それぞれの立場で互いに譲り合い、協力関係にある。企業等で定年まで勤めた女性が、定年退職後に家事専業となった場合は、専業主婦という統計上の区分に移行する。現代の日本では、15歳以上の女性の、 約半数が何らかの賃金労働に従事している。その半数以上が非正規雇用となっている。女性が多い職業としては看護師、保育士、秘書などがある。弾薬工場で働く女性ベロニカ・フォスター P-51D を工場から基地へとフェリーしてきたアメリカ軍のワスプ労働力率とは15歳以上人口に占める労働力人口の割合のことである。 男性の労働力率を年齢別にグラフ化すると一般的に逆有事ないし代形分布が現れるのに対して女性のそれは男性と異なった傾向を示すことがあるその中で特徴的なものとして知られているのが M 字分布であるこれは女性が結婚や出産を機に離職し育児を終えた後に再び労働市場に戻るというライフコースを取る社会においては 30代で労働力率が低下するため M 字の谷が現れる。1970年代までのアメリカ合衆国や戦後の日本がその代表的な例と言える。女子低身体、1944年9月、出展、毎日新聞社、別冊1億人の昭和史、第26号、15の選手1億総動員から、本土研 デムジの谷が高年齢側に移動しているのは晩婚化の影響である。女性の労働力率分布は婚姻有無によって変わる。女性新卒就職者はかつて約3分の1を短大専門卒で占めていた。しかし2000年代以降大卒が最も多い構成費となり2019年時点で約3分の2が大卒で占められている。 日本においては19世紀末から紡績業、製紙業等の工業化が進み繊維産業が日本経済のようとなった。繊維産業は労働者の大多数を占める助工と呼ばれる若年の女性労働者の長時間労働に支えられており、一般に助工の待遇は良くなかった。出発点となった富岡製糸場では助工と呼ばれる若年の女性労働者の待遇は 比較的良好で高収入であったともされる。1916年に交付された工場法による規制は不十分なものであった。大正時代における防災企業では12時間労働と過酷なものであり、その他多くの問題があったことは細い脇造の助行愛しで広く知られている。工場法改正による労働者保護の強化など、1920年代には、 こうした状況を改善する動きがあったが、日本経済が統制色戦時色を強めるにつれ忘れられていった。戦艦期には第一次世界大戦中の設備投資や世界経済の好調により、工場以外でも女性の進出が進んだ。1920年には、 働く女性の過半が専門職でその多くは既婚であったが1930年には未婚の事務職が中心となっていた。この時代にエレベーターガール、バスガールなどのガールと呼ばれる職業が登場した。また女性の社会進出を背景に自立した女性によるモダンガール文化が花開いたが1929年からの世界恐慌で、 自由な気風が失われた。1943年、連合国との第二次世界大戦において労働力が不足し女子低身体が組織され、女学生も工場に動員された。第二次世界大戦後、労働基準法の制定や、各規制の成立により、働く女性の待遇は改善されていった。その後は、男女の給与待遇差が問題視されるようになり、 1985年には男女雇用機会均等法が制定され、数字の改正がされた。戦後から1960年代前半までは、賃金労働を継続する女性と、賃金労働から解放された、専業シフトに二分化する傾向があった。1960年代後半に入ると、高度経済成長により、社会全体の高学歴化により製造業で、 若年労働者が不足し、主婦がパートタイマーとして、その不足を埋めた。1970年代からは、高等教育を受けた女性が増え、事務職などで、若い女性の就業率は伸びていった。一方で、30歳代の女性に結婚、育児などを機に辞職し、そのまま復帰しない、または復帰後も、職歴を生かす職につかない、つけない傾向が見られるようになった。 その後も女性の就業人口は伸び続けたが、就業分野は製造業、卸し、小売業、飲食店業、サービス業に集中しており、非正規雇用の増加も目立った。2019年には働く女性の約56.0%が非正規雇用であり、正規雇用率の高い20代後半でも約32.1%となっている。戦後の日本経済において、 主に主婦層からなるパートタイム労働者は公共時に増加し不況時には減少することで景気の調整弁としての役割を持っていた。大阪商業大学 JGSS 研究センターによる調査データ JGSS-2006 によると義務教育最終学年時になりたい職業があった女性、そして専門職、 管理職を志す女性の割合は1916年生まれ以降、時代が下るにつれて増える傾向にある。第一生命保険によるなりたい職業の調査では、1990年代から食べ物屋さんが女児の一番人気で、他には保育園、幼稚園の先生、看護師さん、学校の先生などに人気がある。現代では、 働く女性が結婚に向けて結婚活動を行うことが当たり前となっている。これは従来の独身キャリアウーマンが提示してきた働き方を見てきた若い世代が仕事のみで年老いていく女性の先輩を多山の意志として積極的に家庭を築こうと試みるものである。しかし生活のために金銭を獲得せねばならず平日の日中は会社、 上司との雇用関係下に置かれて不自由なため婚活を退社後や休日中に行っている。雇用されて働く女性の出産にはこれを守る様々な制度、法律がある。労働基準法、男女雇用機会均等法、育児、介護休業法などである。働く女性は家庭を離れて雇用関係下に置かれるため子供と共に過ごせる人生の時間が 専業主婦と比較して10分の1以下となっている。このため、プライムタイムと呼ばれる家族と共に過ごす時間を意識的、定期的に作り出すことで、家庭の崩壊を防ぐ試みが行われている。また、男女共同三角局では、ワークライフバランスが提唱されている。また、研究者、医師、弁護士等においては、通称として、旧姓を用いる女性が多い。これに関して、 選択的夫婦別姓制度を導入することで、女性の社会進出をさらに推進することができるのではないか、と言われている。男女雇用機会均等法の制定以降も、職業によっては、女性が制限されることもあり、自衛官では、陸上自衛隊では、特殊武器防護隊で放射線を扱う人員と、行動中隊、海上自衛隊では、潜水艦乗員に制限がある。 ありがとうございます。